あ、そして。防具持ってる。すごいな。マホナオルとマヒナオルとかも売ってますね。これもちょっと買っときますか。というか、お金貯めといてめっちゃ良かったな。ここでめっちゃくちゃ、ためになってるっていうか、ね。いい感じになってるんですけど。ピテルでは、ここ。鋭い傘。これで、いい感じになるキャラクターがいれば装備させたいんだけど。あー、なるほど。根性と素早さが、いい感じに上がるけど、防具が7下がっちゃうんだな。ただ、量は、まあ、素早さと根性上がった方がいいキャラかなとは思うんだよな。ね、根性って結構体技にかかってくるはずなので。ちょ、こっちにしてみようかな。OK、まあ、こんな感じでいいかな、装備はね。ガチャポンコーナー。お、サラサラマント、これ強そうだな。一回500円ってなかなかしますね。ちょっと、セーブしてやってみよう。お、来たー、A 賞、サラサラマント、これよ、これ。これ欲しかった。さあ、サラサラマント。あった。服か。動きやすい、動きやすいマント。お、強っ！防御50の？スピードプラス5。え、めちゃくちゃ強いぞ、これ。え、誰につけるかだな、これは。30。みんないい装備してますね。今持ったんだけど。主人公か、両かだな。ね、4人全員につけるのが、まあ理想ではあるけど、さすがに金足んないだろうし。うん、まあこれでいっか。とりあえず1着もらえたわ。よかった。めちゃくちゃ強い装備だな。ここは、つうか、ちなみに。あ、一休み、ありがてー。よかった。ちょっと MP 回復しかけちゃったよ、さっきアイテムで。よかったよかった。ありがちゅう。このヒントボックスは何？三つの属性。ああ、なるほど。精神は心、肉体は体に弱く。肉体は金に弱く、金は精神に弱い関係。うん、キャラクターによって得意な属性と苦手な属性があるので、ステータスで確認しておきましょう。はいはい。うん。で、ピースも手に入れられたんで、収穫としてはめちゃくちゃ良かった。そして、装備の見直しは、こまめに行うことを校長の教え。校長先生、さすがすぎる。さあ、で、この後どこに行けばいいんでしょうか。なんやこれ、椅子が、何、椅子がびっしり。これじゃあ出口まで行けないですよ。誰がやったこれ、幽霊。他に出口を探すしかないと。うわ、なんか、血の跡。あ、そして敵が出てくるようになった。幽霊。BGM かわいい。さあ、強くなった俺らの攻撃を見よう。あー、ブーメラン弱いなー、ちょっとこれ。全体攻撃。ちょっとしょっぱいっすね。装備させたのがクルミってのも、そんな良くなかったのかな。ね。なんか物理攻撃系のキャラじゃないしな。ちょっと変えるか、ここだけ。空振り状態。うわ、ロビン以外全員かよ。当たる？一応当たるっちゃ当たるか。当たりにくくなったんだろうな。装備で。そうだね、ブーメランちょっとやめましょうか。全体攻撃、そうだね。ぶっちゃけ呪文も結構あるからさ、全体技の。そっちでちょっとやっていこうかな。うん、って感じでいいか。じゃあなんだ、屋上に行かなきゃいけないの、また。なんやこれ、椅子が散らばってるし、壁には落書きがされてるし。怪奇現象ってやつか。なんか脆くなってる床があるな。気をつけていかんと。マジっすか。こんな、いかにもないやつね。オッケーオッケー。ゆっくり行こうか。これ罠じゃないよね。大丈夫だよね。拾えますよ。きつけ役。左から行く。落書き。こんなにあったっけ？ね。調べらんないけど。さあ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 。左でいいのかな？こっち来ちゃったけど、普通に。こっち行きます。はっ！当然干してやがる、こいつ。けけけけけ。この学校から逃げ出そうなんてできっこないさ。喋んの？お化けって。普通に喋ってきたら可愛いんだけど。さあ、叩いていきましょう。そんな強くないおかげで、幽霊くんがね。なんかあんまり MP 使わなくても済んでますね。
ちょっと新しく覚えた技も、そのうちね、使っていきたいですね。通系の技で。2段階目の技。チョコレート。グキギキ。かわいい。こんなんで勝ったと思うなよ。ボスはめちゃくちゃ怖いんだからな。なに、ボスがいるの？お化け。キングテレサ的な。チョコレート。チョコレートは持ってるんだ。HP100。なかなかいいですね。さて、3階に行きます。危ない。4階か。こっちは。うわ、すげえな。よく使ったね、これ。あ、いやらしい蚊が現れた。先制攻撃の、ここでちょっとじゃあ、新しい技を使ってみますかね。あ、じゃあこれ一心不乱とか使ってみます？疑心暗鬼とかね。疑心暗鬼でいいか、とりあえず。で、ロビンが、敵全体精神攻撃、マイルドセブン2を放っていきましょうか。終わっちゃうかもしんないけどね、もしかしたら。誰かの技で。全員分の技を出せないかもしれませんが。両者一旦防御で、くるみちゃん、あ、キラキラでいいか。あ、疑心暗鬼ちょっとやっぱ弱いな。ここまで来ると。おお、マイルドセブン、すごいかっこいいな。燃えたような感じ。で、くるみのキラキラはやっぱり命中がちょっと低いんですよね。なるほどね。じゃあ、一心不乱で切りつけますかね。うん、やっぱり、呪文も、タバコも進化させておかないと、いろいろ不都合が出てきそう。さあ、で、キラキラでいくか。お、強いな、こいつら、なかなか。麻痺しちゃったけど、大丈夫か？言った仕方ない。ああ、麻痺が、厄介。このキャラクターのさ、攻撃の通り方によって相手の属性がなんとなくわかりますよね。うん。心が効かないから多分こいつは、体属性なのかな？さあ、16レベル、14レベル、いいですね。オーブなんか火の玉出てきたわ。オーブ。お、いいね、いいね。トントントン。トン。いいね。比較的全員の攻撃が通るってことは耐性がないのかな？オッケー。410円。強いな。経験値とお金めっちゃくれるんですけど。ありがたい。ありがたい。蚊が強いんだよね。ちょっとね。丸ボロ、ちょっと言ってみますか。ロビン、一旦ちょっと回復でいいかな。自分を。ハイライトで回復させといて。量は、どうしよう。赤と落としでも、放ってみますか。キラキラ。お、丸ボロなんか、岩属性的な、地面属性的な攻撃を、するんだね。キラキラ強いな。普通に3桁のダメージ。でかいですね。命中はめっちゃ低いんだけどね。さあ、4階上がる、5階に行く。一旦セボ挟んでおく。よいしょ。さあ、何か起こるかな？うわ！屋上もなんか穴開いてんじゃん。危ねえ、危ねえ。え、何これ？可愛いんだけど。なんかニャッキの頭だけみたいなやつがいる。ニャッキって今の人伝わるかな？ぷくぷく。こいつボスなの？ボールマン。ボールマン？お化けじゃなさそうだけど。BGM すごい盛大な感じしてきた。おう。さあ、じゃあここでちょっと俺の全力がとうとう出せるのではないかと思います。楽しみですね。どうしようかな。守備力上げとけますか？一応。ロビン。剣といけますか？攻撃力下げる。デバフ技ね。さあ、で、あ、ピアニッシモン。素早さ上げてもいいんじゃないかな。味方単体なのか。キャスターでもいいかも、じゃあ。強化していく。くるみはどうしようかな。セブンスター2行きましょうか。単体技の精神ダメージですね。はい。多分、単体にはね、マイルドセブンより全然、効果があるんじゃないか、セブンスター。効かないだと。効かない。心系効かないのか、こいつもしかして。そうなると、結構厄介だな。一旦、癒しの風で全体回復しといて、かかと落とし。精神ダメージ効かないとなると、キラキラを打つか、普通に攻撃で
くるみは行くしかなくなるな。聞かない。かかととしても聞かなかったな、今。ん？なんだろうね。謎だ。キャビン行ってみます？キャビン。と、まあ、剣とやってももう一回か。かかととし引かないからな。攻撃。キラキラできるか。うん。お、キャビンめっちゃ効くね。お、すごい !350! やばい、金属性だね、これは確実に。弱点。キャビン行きましょう、じゃあ主人公は。で、ロビンは回復をしてもらって、量は通常攻撃でいいかな、普通に。そんな感じがしてきたな。で、キラキラで。キラキラの威力がマジですごいんで。これ当てていきたいね。当たる！いいね。さあ、ロビンの MP がちょっと足りなくなってきた感じはあるんだけど、まだ大丈夫かな。キャビン。ロビン逆にハイライト1がないんだね。ちょびっと回復させたい時とかは、あんまり不向きかもしんないね。あー、なるほど。攻撃でいいか、じゃあ。くるみの体力が減ってきたら回復という感じでしていきましょうかね。攻撃。で、キラキラで。オッケー、こんな感じのルーティンでいいか。強い。くるみ、今回ナイスだな。マジで。お、そして二つ目のブーメランが来ました。お、リョウハイライト一応覚えましたね。あー。お、バージニアって何？初めて聞いた。このメガロは、マジで初めて聞いた。ふぅ。最初から最後まで可愛い敵だったな。ん？なんか落としてったね。ロープ。ロープ？ここにあったやつ？うん。謎。で、まあ、特に他は何も起こらないな。なんだろうね、これ。イベント戦だったのか。バージニアって何？防御力上昇か。なるほどね。ああ、で、りょうが、まさかのハイライト覚えたんで。ナイスですよ、これ。ちょびっと回復させたい時に役に立ちますね。さあ。だ基本やっぱり、レベルで覚えるね、結構。さあ、ということで。これはどこに行ったらいいんだろう。出口。さあ、りょうが光るんじゃない？超強い。OK。やばいな、会心で。おホープ覚えたって来たぞ、今。ホープ。ロビンがなんかまた覚えた。味方一人の異常状態を話す。ほう。異常状態回復はありがたいですね。お、クール。クールって確か攻撃系の呪文じゃなかったっけ？攻撃力を少し上げる。あ、なるほど。ねえ、ロビンちょっと素早さを上げたいな。お、ラクス。ナイス。守備力。うん。あ、押せるのか。マジか。これ押せたんだね。なるほど。じゃあこれ押すことによってどっか行けるとことかあるかな。こっちの部屋も気になるんだよな、右側。なんかどっかから繋がってたりしないかな。石のカツラ？石のカツラって何？めちゃくちゃ痛そうなんだけど。頭皮削られそう。硬くて重い。防御力でも20上がるんだ。ああ、菅谷さん。でもめちゃくちゃ15くらい下がっちゃうんだね。これは、どうしよう。量でいいかな。ね、メガネ。メガネ効果ないからな。絶対こっちの方がいい気がするんだけど、お下がっちゃうんだね。メガネもなかなか、いいステータスしてたんだな。ダメだな。保留で。お、ハイライト3。すげえ。3技が来たぞ、とうとう。2越して。ええー、回復量めちゃくちゃ気になるな。どんくらい回復するんだろう。160。かぁ。8の MP 消費で160はかなりでかいな。全開できますね。ロビンとかもさ、235なんだよね。体力の、あれが、マックスが。てかもう気づいたらみんな高えわ、普通に。強いじゃ足んなくなってきてんだな。ここで一気になんかもう戦闘力上がる
感じのステージになってるんだね。落ちちゃった。ああ、なるほど。ここに来るんだ。じゃあ落ちちゃってよかったんだ。回復したかったし。お。そうだね。あと、りょうが回し蹴り覚えたんか。敵全体、強いですね。あ、いいね、いいね。単体と全体技。で、くるみが今、ミラクルってやつを覚えた。ミラクルパワーで敵一体が体力を吸い取る。ああ、吸収系の攻撃か。へえ。女子トイレ。あ、なんか落ちてる。てか、え?ここ、普通になんか、平和でびっくりしたわ。あ、誰?なんやくるみ、腹でも壊したんか?あたしじゃないですよ。あ、これ、ハニャカオさんじゃないの?ない。ない。あたしの文房具。そうだよね。文房具探して、なくなっちゃったんだもんね。転んで。いやー。あ、ちょっと漏れた。漏らしてんじゃねえよ、りょう。私はなくした文房具を探したらトイレで転んで死んでしまった。ハニャコさんの例。かわいすぎるわ。ねえ、あなたたち、私の文房具知らない?あ、文房具は私知らない。これ選択肢、二つあるけどどうなんだろう。知らない。残念だわ。うん。ハニャコさんに渡さなきゃいけないイベントなのか、これ。強制イベントか。じゃああげないとな。文房具。確かなんか拾ったよね。文房具っぽいアイテム。なんだか忘れたけど。あ、そう、シャーペンの芯だ。これ装備してたんだけど。あ、違うんだ。でもありがとう。え?俺にこれあげるわ。2000円。え、ちょっとこれ、花子さんの文房具探してたら、もっといいのくれんじゃないの?あー、てか、探さなきゃダメなんだってことや。え、ちょっと待って、シャーペンの芯は、どこに行きました?さっき装備してたんですけど、シャーペンの芯。誰にやってたっけ?あ、物差し、これなのかな?シャーペンの芯。くるみが装備してた。あれー、あれー、うん。あれー、まあ、いっか。2000円くれたし。装備品ね、結構良かったんだけどな。どれだろうね。分度器とかさ、あるんですけど。物差しとか。どれなんだろう。それともまだ拾ってないんかな。お金は正直いらないんだよな。消しゴム。私のじゃないと。はい。2000円。いらねえ。これ何?何あげたらいいのこれは。どんどん僕の防具感減ってくんですけど。運動器。じゃない。やばい。正直2000円はいらん。拾ってないんかなじゃあ。あと物差しがあるんだけど。これも違うよね。多分、ここで拾ったやつじゃないと思うんだよな。物差し。じゃないよね。これぐらいかな?他に文房具なかった気がするんだけど。あー、やっぱり、落ちてるんだろうね、どっかに。この辺にないの?ないか。あー、じゃあこれも拾っていかないといけないな。あ、なんか光ってる。あ、これじゃないの?ハニャコさんの文房具。あ、で、またなんかボールマンがいるぞ。これ押せる?押せないか。戦っていくか。ん?うえぇ、かわいい。マジで何者なんだよ、こいつは。ボールマン。相変わらずなんか戦隊ものみたいな BGM してますし。ね、りょうも通常攻撃で100いくからな。普通に強いな。さあ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 。10レベル。防御フィールド。はい。ふぅ。
いやー、どんどん強くなるなー、このパーティー。楽しい。防御フィールド。味方全体の防御力を上げる。ほう、いいですね。あ、ちょうどいいや。回しゲットか、ここら辺で。敵全体体攻撃。ね。お、爆発した。めっちゃ強いな。回し蹴り、やっぱり量すげえわ。通信教育すごいな。通信カードやばい。さあ、来たぞ、ハニャゴさん。多分これでしょう。これじゃなかったらちょっと、もう自信がないです、僕は。不思議なペン。これでしょう。どうだ?お、リアクションが違う。それだわ。私のお気に入り。ありがとう。これのために死んじゃったってなかなかね、辛いよね。宝物あげるわ。おー、よかったね、でも。この文房具のために、しかも死んだ後もずっとここにいたんだもんな。なかなかの執念よ。さあ、何くれたんだろう。カセットテープ?カセットテープ?あ、あったあったあった。これか。ハニャコさんの宝物。年代、これ猿のおもちゃとなんかちょっと似た匂いがするんだけど。俺の黒をちょっとこれ水の泡と化してないか?水泡と化してないか、これ。あー。ああ。まあ、いっか。